どうも、こんばんは、Nmです。さあ、今回は、新しいイベントですね。金木の10勝目かな。外貌って読むのかな、やっていきたいと思います。まあ、適当に UR 固めてパーティー組んだだけなんでね。真ん中が店長じゃないのは、あれなんですけど。まあ、普通にクリアできるんで、ちょこちょこ雑談入れながらやりたいと思うんですけど、まずこのイベントの読み方ですね。イベントっていうこの話ね、漫画の方でもそうなんですけど、うまく読み方が分かんない。まあ大体外貌とかね読めると思うんですけど、そうですね、待ち望むとも読めるんですよね。まあその場合待ちの待ちは人を待つの方になるかもしれないんですけど、難しいですね。いろんな意味があると思います。いや、しかしこの時の築山は本当にかっこいいな。アニメの方でちょっとネタみたいな感じになってたのは少し残念でしたけど、この時ばっかりはちょっとあれですね、感動しましたね。読み方なんて読むんだろうな。待ち望むでいいのかな。外貌か待ち望むか。このね、最初の築山が確か速度ダウンしてくるのかな。それが少しめんどくさかったような気が。してきたっけ、してこなかったっけ。後のやつだっけな。あ、まだいたのか。この UR オールのレイドイベントがあったじゃないですか。でそこで取れなかった人はおそらく何らかの形で金のレイドメタル、銀のレイドメタルとかを交換してると思うんですけど、白石と黒石、オールを交換するための白石黒石を、まあ、次回からも使えるっていうね、お知らせがあったんですけど、まあそれについての意見は基本的に僕はちょっと反対なんですよね。一生懸命ね、その最初から分かってたら別にいいんですけど、石砕いて必死に回った人とかいると思うんで、まあどうなんかなと思って。今回そこまで石砕かなくても多分いけたと思うんですよね。配布石とそのイベント、詫び石とね、配布石だけで回れるイベントなんで、あと最初の説明とかよく読んでね、効率よく回ってる人は1週間と1日プラス1日かで楽々取れたんじゃないかとは思いますね。まあ今後のレイドイベントでおそらく UR とか出ると思うんですけど、イベントさんのね UR が出ると思うんですけど、その UR がまた白石黒石で交換できるのか、また違う石、今回の白石黒石はUR オールだけのものでまた違うアイテムになるのかっていうのは分かんないんですけど、やべえ、適当にやってたら負けそう。やべえ、しくった。もうまあいいや、スキル打てばいいでしょう。どうなるんですかね。今回のレイドでは交換しねえわっていうやり方も今後出てくるかもしれないな。まあね、いろんな意見があると思うんですけど、まあ前回も言ったんですけど、そもそもガチャで UR が欲しいし、レイドイベントで UR もどっちも無課金で欲しいっていうのは、まあ僕的には間違ってるんじゃないかなと思いますね。それで運営に文句のメールを送ったりするのは本当に失礼だと思うし、なら課金しろって話ですね。無料でゲームやってる以上そこら辺はもう仕方ないことなんで、欲しいなら課金する。向こうが無料で提供してくれてるんだから、僕たちもなんかそれなりの代償を支払うみたいな感じの考えを持った方がいいんじゃないかと思いますね。
死ね。よー、あれ、まあ、今回はそうだな、消費できるかな。水曜だっけ火曜だっけメンテちょっと見てないんですけど、築山を回るかサソリをいっぱい作るかってところですね。もしかしたら今回の十蔵のガチャは見送るかもしれないですね。あさっての10日の誕生日イベント次第かな。そこまで十蔵強くないと思うんだよな、まあ、俺が捜査官のパーティーを全然作ってないっていうのもあれかもしれないけど、というわけでね、今回は、待ち望む外房かなの特急を、まあ、だらだら雑談、レイドイベントの後の雑談とかを入れながらサクッとクリアしました。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。